皆さん、どうもドラゴン TK です。でね、今回から一応ね、9時半前にね、9時頃にね、夜のやってた新三国武装劇場の方ね、やっていきたいと思います。では行きましょう。OK、まあまあ、普通でいけるっしょ。普通でいけるっしょ。ね。久しぶりやから、ちょっと忘れてたけども、ちょっと先ほどね、やって。運長、生きていてくれたか。おお。立場は異なれど無事に生きていてくれて本当に嬉しい。よかったな。これ以上雲長と刃を交えられんなら炎章殿には申し訳ないが、ここを出して慶州の劉氷殿のもとへ向かおう。その前に関羽殿を迎え入れなくては。だが敵前線の関羽殿は果たしてどのように迎えらせればよいのか。それだけで双方いきなり戦線を離脱しては両軍から怪しまれてしまう。なるほど。そこでこのまま戦いを続けてください。おう。関羽殿は俺と張飛殿で迎えに行きます。そして頃合いを見て合流し戦線離脱しましょう。曹操軍にいる理由を聞くまでは信用しねえが、奴も元は俺の兄者だ。元って首に縄かけてでも連れてきてやら。なんだかんだ言ってそれは結局心配しているのよね。何やったらあかんじゃねえか。 うるせえ。うるせえ。そんなんじゃねえよ。そんなんじゃねえよ。ほら行くぞ大賓。頃合いを知らせる合図を決めましょう。何か燃やせば遠くからでも見えますよね。レイカさん、火を俺に貸してください。あなたに力を預けて大丈夫かしら。余計なものまで燃やさないでよ。余計なものまで燃やすなよ。来賓、二人だけ？マジか。ちょっと張飛ね、全然まあレベル44なんですけど、ちょっとやいけるかこれ。前の戦いを見る限り、戦局は曹操。急いで関羽殿を殺さないと劉備殿にも危険が及んじゃいますね。これヤバくね。分かってな。関羽のやつ必ず探し出してとっちめてやるからな。とっちめてやるんや。まあ、ここら辺からねちょっとだけライチ食いしてるかな。少しだけね、十分だけにあそこに行けって。敵だ。伝令を出せ。徐光殿に報告するんだ。いややめて。ああ、伝令兵出た。敵がこちらに。ああやるんだ。まあいや、よし。別にやらなくていいんだろう。ほら、行くな。お、ナイスです。攻撃秒も。さあ、これで。お、あ、無駄。これいい。攻撃秒もね。で、向こう見たらあかんねんな。あそこな。おぉ、あぶね。十分足りないから、こっちやっていくか。こっちやっていくか。こっちやっていくか。やっていこう。さあ、懸念されるものはすぐに排除しておく。これが俺の勇気だ。もうちょっとまだ、止まりません。はみていかなかった、これはな。ここやな。オッケー。勝てへんわ、これで勝てる。一気に行って、マジで一気になっちゃう。よし、これで向こうに入れる。よりはなった。あー、マジで？いいね、やるぞ。いいね、やるぞ。おっ、いいね。よし、これで条例で、ここに連れてくる。からの。マジか。マジか。マジか。やらないな。ダメだ、これで行くかも。ちょっと待って。素晴らしい。こっちは初めからだと。で、こっちは先に立つ。そして、こいつで。じゃあ、もうこいつは。OK! 調べ。いいね。素晴らしい感じやで。
独特。そして来賓殿、なぜこのようなところに。まさか拙者を探してまいられたのか。そうだよ、そうだよ。関羽殿、いるべき場所が違いませんか。曹操殿と約定があるのかもしれませんが、あなたにはあなたの帰りを待つ人がいる。そうだよ。うん、その通りだ。徐州で受けた曹操殿へのご恩には報いた。今よりこの関雲長、兄者のもとへ帰参いたす。味方入れない。関羽の範囲、それに注意せよ。あ、俺は兄者を信じてたぜ。そうすけ、曹操のやつなんかに寝返るわけねえもんな。おい来賓、さっさと合図しようぜ。まったくもう調子いいんだから。調子はよろしおいで合図せよ。目標地点へ向かえと。なるほど。おいリース、行く。最初に行くぜ。最初に行くぜ。全くないけど。派手にやりすぎたか。え、ちょっと待って、やりすぎたらあかんで。この力発動。シリュウたちも動き始めるはず。俺たちもカウドロと一緒に脱出しましょう。引き続き配膳磁石に行動しますよ。配膳磁石、配膳磁石。報告、嘘から煙が。敵による火計だと思われます。炎章様、急ぎこちらへお越しください。いや違うよ。火計って。お前たちは劉備の配下ではないか。拾ってやった王を穴で返しよって。許さん、全員生きて返すでないぞ。いい加減にせよお前ら。炎章軍問わない。よし、まあ一応ね、こういう風にね、こういう風になってる。あ、無理。ちょっと足が違うマジで。待って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 、全員ミス。あ、これ全員ミス。いいね。まずいな。とにかく関羽殿は劉備殿と合流してもらわないと困る。先へ行ってください。ここで倒れるわけにはいかぬ。ワニザと合流せねば。合流してよ。勝利条件変更。関羽と共に関東から脱出せよ。関羽だ、脱出。電車の嘘を自ら癒やすとは、その大胆さには恐れ入りますが、これは騒ぎの常時関羽殿を逃がす策です。バレてる。バレてる。ちょっと待って。じゃあ、どうねえだよ。あ、これ、新薬だ。これやったのか。おい、もう思考命令。あ、嘘、マジで。あ、嘘、ヘイ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 、
頑張らえ、あそこちょっとね。うわ、囲っておりゃぞ。マジかよ。まさかゴリラだったかな。これか。よし。報告します。味方の増援部隊が到着。これより敵の戦場離脱を阻止すべく退路へ展開します。ちょ、マジかよ。言い過ぎちゃうか。もう次から次へと鬱陶しいぜ。鬱陶しいわ、ほんまに。好きに暴れていいんなら言うことなしだが、今は兄者との合流が先だしな。あ、くそ。じゃあいい方。なんだ、さっきから地面が揺れているような。地面揺れてる。おお、すげえ。土ってあ持ってたんね、霊感。地震により混乱。いいね、気持ちいいね。おじゃ、ライトが持ってるんで。マジか。そう。マジか。ちょっと待ってね。なんだかわからないと。どうした？脱出して向かいましょう。それにしても、今って、でも、あれは、あー、まさか、ソードが持ってるやつか。さあ、また、OK、これだ。ちょっと先がね。あー、ちょっと待って。よし、これで何かと。これで正面じゃここにある。こいつだ。よし、 OK。 嘘、もう一回切れなかったよ。さあ、いいね。これは何か壊れてるよ。さあ、いやー、スキルだ。あ、来た、来た、来た。おっ、 OK。さあ、これじゃない。向こうから来る。けどもう隠れてたら問題だな。大将ではないから。ペットでいい。おお、やっちゃう。やっちゃう。よし、これで放棄を。よく倒してた。そういう俺の人あるんだけど。まあ、これは手に入れていく。よし。まあ、もうあとは。カン、貴様の報恩など知ったことではない。報恩知ったことかい。猛毒の元を去り敵となるつもりならば、ここで俺が切り捨ててやる。無理でしょう。この命は竜玄徳が大使のため、ハコートン、貴様にくれてはやれぬ。おお、ほんと光るよ。進行やれ。そこや。あ、あ、そうか、ならば。ゼロ、オッケー。エルニンレイジ。お前らは、ザコとして、当たってるよ。いいな、いいな。よっしゃ、元気派。ここまで来れば、敵ももう追っては来ない。拙者のため、二人には手を煩わせた。心から感謝いたす。さあ、兄者のもとへ参ろうぞ。参ろうぞ。もう、行くね。オッケーオッケー。兄者、こうして再びお会いでき、この関雲長、感激の極み。ほう、雲長、よくぞ。よくぞ生きていてくれた。これが曹操殿から送られた贈り物の中に入っていた。それは土の力。あの時の揺れは関羽殿が起こしたものだったんだ。お主のものであろう。受け取られ。よかったな、レイカ。よくして。
今の影は何？あ、勝利、うん、勝利、うん、嬉しいけど最後の影が気になる。え、何あれ、何気になるって。お、4つ目のこれ来た。杖か、え、何これ、総杖、意味わからん。まあよし、終わりましたね。で、この後どうなる。この力の意味、そして威力をはっきりと理解していた。それよりも人一人を欲したというのは。確かに力を使えば敵をたやすく倒せる。だが使い方次第では自らも大きく傷つく。曹操とて望まぬ結果を招くかもしれない。関羽殿は違う。万夫不倒の武勇だけでなく、決して裏切らない真偽の志を持っている。曹操はそれを欲したんだ。この乱世で自らが全幅の信頼を置いて前線を任せられるもの。全幅の信頼を受けるもの。でも関羽殿は劉備殿を裏切らなかった。劉備殿は真偽の死を失わずに済んで、さらにもう一人も得ることができた。もう一人、知竜さん。ついに劉備殿の正式な配下に認められた。あ、そうなんや。これでようやく紫竜は主を得たんだ。国も軍もない流浪の主についていく。これも志のなせることなのかしら。一応今は深夜の城を与えられているけど。深夜の城、今はこうして深夜の城を借りているんだ。いつまでも居候に甘んじるわけにはいかぬ。長雲たちも配下に加わってくれた今、必要なのは戦局を見極められる軍師だ。なんとか迎えられないものだろうか。ああ、諸葛亮な。劉備殿、曹操の軍勢がこちらへ向け進軍中との知らせがありました。曹操が我らを撃つために動き始めたか。なんとかここでしのがなくては。ん、騒がしいな。どうした翼徳。兄者、怪しい奴が城の周りをうろうろしてたから捕まえてやったぜ。そうな、こいつ曹操の患者かもしれねえぞ。お前は何者だ。見たところ志願兵でもないようだな。もしや本当に曹操。いや、決して怪しいものでは。ジョシュ、俺はジョ・ゲンチョク。軍学を心得ている者です。劉備殿、曹操を撃退する方策、俺に任せてもらえませんか。なるほど、新たな地域に行けるんだった。仲間、仲間に変わった。劉備が仲間に行きます。2個目、47か。まあ行けるでしょう。行ってみますか。無理やったらね、もうその時終わったらいい。陣に引かれて、まあ2個やっていきましょうね。ジョシュこれから、ね、と申したか。本当に曹操を破る策を持っているのか。ええ、あの陣形は八門禁鎖といいます。入り方を誤ると生きて出られません。ここは俺の指示に従って動いてください。うん、うろうろしてたかと思えば今度は偉そうに指図かよ。指図、もうそれを信用するなんて。兄じゃもう人よしだぜ。もうちょいさ。そう言うな、欲得。あの者の言語は妙な説得力を感じる。妙な説得力。ひとまず従ってみようではないか。私もまだ信頼すべきかどうか決めかねているが、お前はどう思う。俺は陣とかはさっぱりわからないけど、博学特殊の人だとはなんとなくわかる。彼の振る舞いじっくり見てみたいな。マジか。本当人よしばっかりね。あ、これも主の影響かしら。劉備の影響。マジか。では行きましょう。この八門禁鎖、いかなる攻めも跳ね返す鉄壁の陣。貴公らがいかに力を使おうと絶対に破れぬ。破
破られへんって。マジで人が生み出したものは必ずどこかに欠点があるはず。なるほど。それはあの陣も同じです。俺が必ず破ってみせますよ。よしよね。ではないか。八門金鎖は簡単には破れません。そればかり。ジョジョ優位に入る。奇妙な冒険になってる。まずは二手に分かれましょう。言い方が。それで西と南の拠点へ向かってください。そうやね。二手に分かれていけと。劉玄徳様、助けに来たわよ。お。一緒に頑張りましょう。そうや。その証拠。妻やってね。なんかあそこに OK。 で、あれ、で、次やってなってちょっと、お前か大変に乗せるよ。あ、で、武器に乗せようと。で、あ、ちょっと待って。あ、そういうな、確かに。じゃあオッケー。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 オそれは、なんとも機械な。陣を作った方もすごいけれど、それを破れたなんて。あの人、どうするんだろう。いやね、どうやるね。いや、あっ、見てくれ、待ってくれ。もう、ははははは、どうしたい、どうしたいからね。ここは俺がぶんどかぞ。もう一回も吹いた。最後ですよ。なるほど。よし、ここで条例だ。なに？なんだっけ？吹きたいな、ユーリ。吹きたいな、ユーリ。妻が台風でジャッジできるやん。さあ、来やがれ。お前なんぞ一ひねりだ。じゃあ、こっちに吹きねえじゃん。はい、間違いなかった。よし、ちょっと、はよ、はよ。よし、じゃあ次やね。おお、一発で終わった。一発で終わったよ。よし、これで。これだったんか、それな。さあ。で、これで。攻撃しようかな、待って、やめてた。おい、やべえ。南部の大事な罠。よし、まずは一つ。いい調子です。なるほど、そんなにそのままもう一箇所も落としてしまいましょう。うん。よし、これで。あ、できんと。全然良くなった。やったね。はい、できました。よし、あと1個や。頼むで。歌うのが必要ね。続いて。OK。決まったよ。よし、夏の拠点を取ったことで、八門金鎖に入る準備ができました。陣の中へ進んでいきましょう。うん、成功。どうしろと。は？入んねえよ。ちょっと待って。どうしないの？入っていきましょう。どういうこと。お前はここでこれやっていけんじゃね。さあ見えてないところから攻撃が敵の陣の構成を理解するものになると改めて総思考、一切の満身を捨てて挑むんだ。総思考って言うね。当然ちょっと待てよ。よし、OK、これでお、立てへんやった。あ、危ねえ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 、危ね
が当てもいいね。どうぞ、ピカッ。で、A の補充を立ったとはいえ、八門検査の機能はまだ動作しています。そうなんや。直接装置も示す。さらに力を削りましょう。大きな力が集まっているのは、西と南ね。西と南。陣の要に加減なしで、かなり強力な武将が守備しているんだ。あ、そうなんや。あ、チョコ、ケッチした。チョコ、ケッチしましたよ。じゃあ、今のは、ちょっとした、ちょっとしたね、ゆっくりやってみよう。チョコと、ちょっと触ってみようね。ちょっと、先に回ってね。もう、それなのに、ね、ちょっと、終了、飽きてきて。よいしょ、行こう。頼む、頼む、早よ、早よ、早よ。行こうじゃ。えい。よ、落ち着い。どう地方であとは攻撃を組み立てだけやんかな。 OK、 せーん、おぉ、クリティカル出てるのに、クリティカル出てるのに、なんと厄介だ、厄介だ。まあ、とはいえ、任せましょう。OK、 まあ、これで OK、 攻撃じゃい。よし、おかけだけ、あ、ちょっと、いいね。まあ、ここが手でやからね。うん、大丈夫だね。OK、これであとは、おお、少しを狙っている。無効だわ、いい2。うん、弓兵は倒れる。で、こっちで、いけな。おい。で、あと、はい、すいません。間違えた、どうも。そこ、そこだ。よし、OK。ここを抜かれては都合が悪い。消えてもらおうか。ん？消えてもらおうかってか。消えてもらうのはお前の方じゃ。まいったな。縁は縁が悪い。八門金さんに兵を補充されてやったから。到着する前に翻訳を急ぎましょう。よし、OK、これで。よし、残り拠点戻しましょう。それで八門金さんの兵は削られて、機能は止まるはずです。あ、そうな。飛び立つよ。よっしゃ、これであとは。どうだい、どうだい。これもどこだ。あっちでも行っとるから。こういうやつ見て。あ、もう、邪魔お前。邪魔お前。痛い、痛い。ちょっと、おい。あーれ、ほんま。死ぬか思った。相手、相手、相手。あぶね、マジで。死ぬか思ったわ、ほんまに。オッケー。あ、じゃあ、行き過ぎた。ごめん、行き過ぎた。で、やるのかなと言って。ほら、押した。で、オッケー。じゃあ、行き過ぎたね。そう。後ろに行きやんか。え、近いんだけど、後ろに。よし。後ろに回って、攻撃だ。あ、なんだなんだなんだ、これやけん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 。不審な兵を発見した。私が迅速に排除する。いや、これが排除しますよ。あなたを排除するのは私ですけど、全部メイいいね。ここにいといてよ。ちょっと、やってまった。飛行の救援、痛み、前の口をやめられ、回送するところであった。やってまった。飛行だよ。OK か、解除成功。よし、行けましたよ。これで八門金さんの機能は止まるはず。おう、ようやく敵とまともに当たれます。なるほどね。解除の成功。見事に敵の策を崩した。これが知略か。私に必要なのは上司のような君子だ。あ、上司は彼は私の元に来てくれないだろうか。まさか劉備の軍に八門金さが破られるとはね。誰か新しい軍師でも入ったか。あの自信なさげな彼かな。自信なさげな彼かなってか。でしょうね。あ、こいつはやってるわ。よし、これでどうして。よし、この2人で行きましょう。両面、両面成功で。最終的には
行け行け行け、うん、これで OK で、どうしよう、まずどうしよう、あれターゲットやれば終わりやから、もう終わるか、これおしゃ終わった、冒険終わった、おレベルめっちゃ上がる、素晴らしい、どうにか終わりましたね、僅差を打ち破れましたね、うん、皆さん俺の指示を聞いてくれてありがとうございました。いやいや、こちらこそやな、ずいぶんと面倒くさいことするのね、私の力を使えばすぐに片付くのに、それ言ったらあかんじゃねえか、確かにあなたの力は白い脂肪です、うん、でも味方を巻き込む危険もはらむ、リュービドンはあえてそれを避けたのでしょう、危うさを知ってなお血をもって力を制す、そんな軍師がいると使わないはずですよ、神の志を理解し聡明英知を持つ軍師がおるよおるよ、まだ味方にはなってないけど、よし4個、5つのやつ、来たー、うおーけど、俺の持ってないというか、使ってない武将でしたね5つのやつ来たよ、やったね、進路よりトロフィーコンプリート、トロフィー曹操軍の繰り出した奇策、ね、八門僅差を退けた序書は自分は軍師にふさわしくないと言い残して劉備の元を去った、うん、それも彼の志なのだろう、代わりに一人の男を紹介する、うん、諸葛亮、それは画僚と呼ばれる天才諸葛孔明、妙妙たる才を持ちつつも誰にも使えず伊織にこもっているらしい、伊織って言うんやこれ、そんな変わり者が果たして本当に有能な軍師なのかしら、まあ、私の疑問をよそに劉備は義兄弟を従えて三度も伊織を訪ね軍師となるように説き伏せてしまった、おそらく諸葛亮も趙雲と同じく劉備の志に感化されたのね、感化されたんかい、これを聞いた曹操は私たちを撃つために大軍を差し向けてきた、おお。ああ、で次がその曹操は兵力はおるか、国さえ持たぬ我らを何としても撃ちたいらしい、諸葛亮敵の迎撃そなたに任せる、承知いたしました劉備殿、必ずや曹操軍を退けてみせましょう、敵の総大将は書こうと勇猛な将ですがいささか力に頼りすぎる傾向があります、そこでこちらは策を持って対抗しましょう、まず敵を十分に引きつけて左右から攻撃、さらに火を放ち敵が混乱したところに前後からも攻撃を仕掛け包囲します、包囲する、あとは一気に畳みかける、これで確実に敵は敗走します、この前の序書は随分と控えめだったけど今度来た諸葛亮っていうのは逆に強気ね確実にってそううまくいくのかしら、あなたは驚きました、まさか伝説だと思われた時代の方とこうしてお話ができるとは、知っとった、あなたどうして私の力が効いていないの、力とは何のことか存じませんがその外見振る舞い見たところ皇帝時代の方とお見受けします、文献を読んだことはありましたがこうして本物にお会いできるとは
光栄です。普通はもっと驚きません？そうやな。だって生きているはずない時代の人がここにいるんですよ。そうやね。十分驚いていますよ。かの時代には人には計り知れない力が多くありました。ああそうなんや。長寿の方がいらしても不思議ではありません。え、そんなさすが画寮と呼ばれただけある。何があっても沈着冷静で大前磁石。俺なんかよりもずっと見識が深い。感心している場合ではないぞ。確かに曹操軍がそこまで迫っている。戦いの支度を急げ。あなたの地域に行けるようになった。劉備が仲間から離脱した。官兵の、天板橋に新たな運命が開かれて、上昇の天板橋が開門された。で、官人兵の天板橋に新たな運命が開かれたということでね、今回はこれぐらいにして終わりにしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。一応ね、チャンネル登録と Twitter アカウントのフォローでよろしくお願いいたします。一応ね、概要欄のところから URL のリンクを貼っておりますので、もしよければそちらからどんどんね、フォローお願いします。では、さらば。